今日はここ行こうかな。どっかにここら辺に拠点立てたいね。下見下見お、なんだ、キャンプマクリントックで訓練開始する。おお、これか。あ、何もいないな。ショットガン。お、取れない。鉛筆、いいね。お、卒業式。お、なんだ。監督官のログ、キャンプマクリントックにて。私は頭が変になったのでしょう。しかし制服で身を固め、ロボットの鬼軍曹と、制服ディスペンサー。応じるのは楽しいものでした。射撃のコツも一つか二つはつかめたような気がします。私の階級は監督官および兵卒と、兵卒および監督官のどちらになるのでしょうね。ああ、自動認証システムを騙せるかどうか試してみる時が来ました。監督官来てんのか。射撃の訓練してんのか、監督官。政治系が結構多いな。あ、金庫あるな。開いてんな。誰か来たか、先に。まあいいか、訓練は。三つ折り。これやばいな。これ戦闘になるな。ガチ、こうガチ怖いね。あれか、よいしょ。バラックでアーチボルト上等兵の軍服支給券を探すと。おお、なんかあんのか。トイレか。ダクトテープ、どこか。ああ、デイジーディジーズキュア。汚れた軍用戦闘服。消火器か。いただこう。はい、いいね。どこだ。あ、支給券。あ、これ、あ、違うか。ステーキか。スキルブックかと思った。で、軍服を受け取る。ほっ、軍服を支給します。やった。よし、
どれどれ。ああ、いいじゃないか。いいじゃないか。リーダー、万能。ちょっと待ってください。待ってください。どこだ？上に上がるのはどこだ？怒ってんな。もうプンプンじゃないか。すいません、遅くなりました。実にいい格好になりました。だろうね。その格好ならいつでも国のために死ねます。はい、そうです。終了すべき訓練は3種類です。はい。全部満点だな。アーチアでは全てが自動制御されますが、ここの訓練も同様です。思い上がった猿にでも訓練の方法はすぐに分かるでしょう。満足できる成績で訓練終了となれば本物のテストを本物のテストあれだな。戦いじゃないか。なくなってもいい10ミリとかを装備しとか、1個ずつ訓練をやればいいんだかな。じゃあまずどれから行こう。近いのからな。こっち行こうかな。25。敏捷性訓練ターミナル。コースを開始する。あと、なんだこれ。あ、これ渡んのかな。どこだ。これか。くそくそ、罠じゃねえか。あ、これ細いな。あれは早技でしたね。ああ。これ途中からでもいいのかな。あ、ダメ。あ、チェックポイント行ってないってこと。よくやりました。次です。ああ、面白い。チェックポイント通ればいいのか。上出来です。そのモーターを回し続けて。モーター最後です。そこに行きなさい。こうか。ありがとう。あ、1分48。はい、わかりました。次が射撃と愛国心。射撃と愛国心。お、すいませんね。ああ、これはなんかあるな。共産主義者の見極めはあなたの家族にとって死活問題です。3人の対象者を尋問し部屋を捜索しなさい。共産主義者の証拠を
共産主義者。僕の祖先はメイフラワー号でやってきたんだ。メイフラワー号でやってきたんだ。うん、特に怪しいもんはないね、このメイフラワー号は。じゃあ独立記念日さ。今日は学校でフランクリン・デラル・ルーズベルトについて勉強した。彼の仲良しからは FDR と呼ばれていたそうだ。彼はこの国の人々が苦難に遭っていた時、彼らを大いに助けた。彼は政府を使って人々の日常生活を良くしようとした。とても堂々とした人だ。彼が今も生きていたらきっとサインをもらっていた。あるいは野球チームに入ってもらっていた。うん、大丈夫じゃないか。こっちで。ここはサンフランシスコと全然違うね。冬が寒すぎる。サンフランシスコと全然違うね。証拠があるって言ったよな。この国に来た。こいつじゃないか。ジェンジュン怪しいな。あ、父さんが労働組合に入ってるよ。それがどうしたの？父さんが鉱山で働いている間はコンピューターが僕の友達さ。新しいパスワードが必要だったから尊敬する人物のイニシャルにした。こいつは大事だよな。いい、アメリカは大好きさ。あ、なに？ジム。うん。青白くてたくましくて頭がなかった。新聞売りの帽子。ジミーか？ジアンジュンって言ってるな。ジミーか？ナムさん、やった。共産主義者をあっという間に逮捕できそうですね。相手が気づく前に。コースは残り一つです。よし、行きます。多分最後は戦うんじゃないかな、あいつと。ガッツィと。タイム30秒以下、標的撃ってください。いいですか。ターゲットをできるだけ早く始末しましょう。怪我を負った場合は
これか。ああなんだ、確実に釣ってんの。どれだ。どれ撃てばいいんだこれ。これどれ撃てばいいんだ。ちょっと見てこようか。あ、こんなとこに見んのか。これ行っちゃっていいのか。ああああ、そういうことか。じゃあ行けるな。いけるいける。1234 1234 5 6 7 8か。8体か。どこだ。てっか。先週の謎の肉のように。よかった。よくやりました、訓練生。よし。歩いて喋って撃つことができるようになりましたね。次は根性を試しましょう。実弾射撃訓練場へどうぞ。だんだん兵士らしくなってきましたよ。最後はガッツリじゃないかな、戦うの。やだな。あれ AP 減ないな。あ、減った減った。どこですか。はい、了承。これか。何やんだ。あ、落ちてる。アルミじゃないか。よし。これ何やんだろうな。訓練生は機械か。あー近いな。開始までの時間。上安定じゃないかこれ。始まった。あんなに広いものを見るのはウイゴレが足を滑らせて肉引き気味落ちていないです。あと共産主義者です。あー、ショットガンダメだ。
ー落ちちゃったよ、アドバンテージが。ショットガンでいいか。よし、ちょっとちょっとお粗末だったな、いろいろ。あれで最後です。傷やへこみを直すなら今ですよ。次の攻撃に備えましょう。マジか。顔を上げてください。あ、水飲みたい。そうだ、よしよし、よし、よし、いいね、ショットガン最強だな。え、まだ、あ、間違えた。犬かチェリー。最後の連中です。奴らの血で床を洗い流してやりましょう。長いし、長いよ、洗い流してやるぜ。あ、ダメなのか。これやばいな。あれだ、あれだ、一番やばいの。あ、また落っこちちゃった。やばい、ショットガンか。よし、なんだ、なんかウェイリー、あ、いたいた、あいつ一番やばい。あいつよし、よし、めっちゃ強いなあいつだけ、やっぱり。よし、ありがとうございます。誰かの最後の訓練だったと判明した場合は至急報告してください。あなたは卒業扱いになります。やったし、卒業したぜ。なんか目星もはないかな。総長に報告する。総長、
町長終わりましょう。それとも上等兵と呼ぶべきですか。これでアメリカ陸軍の正式な兵士ですね。立派に戦うように。ではここまでです。ありがとうございました。ガッツィ総長、総長。レベル上がったな、一個。何しましょう。アーマーの重量が 25% 軽くなる。なかなかだな。肉ライフル欲しいな。元にカリスマが1上昇する。あ、これだな。スクラッパー欲しい。スクラッパーだな。いらねえのかな今回。銃を作成か。どうしよう。多くの材料も手に入る。欲しいな。ライフルかな、やっぱり。よし、いけ。ライフルマン。よし、ノンオートマチックライフルのダメージは 20% 追加される。スナイパーだからな。ああ、ここ訓練場だったのか。ああ、今絶対取っちゃった。訓練場は終わって、どこだ？なんかレベル18と34がいるな。行ってみようかな。レベル18と34がいるな。この方角だ。